こんにちは。私たちは少女和太鼓グループ蚕500です。今日の演奏曲目を紹介させていただきます。ただいまお送りした曲はスパイ大作戦イントロでした。次の曲は寄せ太鼓です。お聴きください。そして、しじみ塚縄文太鼓です。2016年、7年前に国指定史跡しじみ塚遺跡を内外に PR するため和太鼓で、都の浜松市の地元に住まいする有志の要望を受け、しじみ塚縄文太鼓を作曲し、2017年4月23日に浜松市博物館で試し打ちを披露。今後は佐鳴港を囲む7町の住民にも普及活動に参加していただくよう取り組んでいただきたいと考えております。ではしじみ塚縄文太鼓です。お聴きください。
太鼓でバトル、さきさんが空手で演舞します。ご覧ください。2010年公演回数500回の達成を記念し、蚕500の断面になぞらえ、桜の苗木500本を植樹し、浜松市の景観づくりや地球温暖化に少しでもお役に立てればの思いで、そしてお支えくださった多くの方々に感謝の気持ちを込めて、和太鼓でザ・桜を作調しました。どうぞご覧ください。
会いたくて浜松、静岡の芸術劇場スパック子ども大会のオーディションに合格した2人の演奏をお届けします。フラダンスでお送りします。ご覧ください。Thank you.
ある時は優しく、またある時は厳しく、万物すべてを包み込む地球のオブラート、母なる海を表現します。ご覧ください。
見守ってご覧ください。今打っているのは小学5年生あかりさんです。温かな拍手の方をお願いします。ありがとうございます。今打っているのはコロナ禍で入団した小学6年生しずくさんです。次の曲は歓喜前打ちです。響け浜名湖の鼓動、歓喜前打ちです。喜びを体いっぱいで表現します。お願いします。
お送りする曲は未来へです。昔ヤマトタケルの御事が浜名湖の丘の上で明日に向かって大きく踏み立ったという神話にちなんで作られた曲です。古に思いを巡らし湖に降り注ぐ太陽の光、水面に飛び跳ねる魚や波の音を表現します。その前に締め太鼓の3人でバトルをお送りします。ではお聴きください。Thank you.
は浜松祭り激練りです。浜松名物たこ揚げでは男子が誕生すると大勢の大人たちが初子を高く抱き上げてお祝いします。私たちは浜松市のにぎわいを作りたいと浜松祭りの激練りを和太鼓で表現し発信しています。それではご覧ください。
して和太鼓の方を運んでくださっているお母さんたちにも一緒に踊ってもらいます。フラダンスと太鼓で最後を送りたいと思います。